ヒースローターミナル5駅はヒースロー空港ターミナル5にあるヒースローエクスプレスとロンドン地下鉄ピカデリー線の共用鉄道駅である。開業日は2008年3月27日。設計はホークインターナショナルとロジャース、スターク、ハーバーパートナーズの共同による。駅員はヒースローターミナル1から3とヒースローターミナル4の地下鉄駅とは違って、 キースローエクスプレスとイドックのスタッフを配置している。ターミナル5駅は、下記の鉄道路線が乗り入れている、マルチ、イヤーステーションエントリーエグジットフィギュアス。ロンドンアンダーグラウンドステーションパッセンジャー優勢ーージデータ、ロンドン交通局。2015年3月31日閲覧。 http://www.icts.co.uk コロンススララッッシシュュスラッシュ01 about htmhattransport for London セントラルロンドン2ヒースロ2008年3月22日閲覧トランスポートマップ4ヒースロショー w ングアンダーグラウンドヒースロエクスプレスヒースロコネクトレール &theNQ ナイトバスありがとうございます